長谷部誠、岡崎慎司、本田圭佑、長友佑都など日本代表で活躍した選手がいた一方で、 J リーグやクラブで活躍したものの日本代表で活躍できなかった選手もいます。そこで今回は日本代表で活躍できなかった6人のサッカー選手たちについて紹介したいと思います。バンドリュージ、1998年にガンバ大阪へ入団したバンドリュージ。出場機会に恵まれなかったバンドリュージは2000年にコンサドーレ札幌へ期限付き移籍。チームの J1 昇格、残留を経験し、U19 と U20 日本代表でもプレーして活躍します。2002年にはヴィッセル神戸へ期限付き移籍すると、チームの残留に大きく貢献。2004年には J1 で17得点を挙げるなど、経験を積んでいく中で評価も高まっていきました。2006年にガンバ大阪へ復帰を果たしたバンドリュージは、史上40人目となる J1 通算50得点を達成し、6試合連続ゴールを記録するなど主力選手として活躍。2006年の J リーグ優秀選手賞にも選出されるなど、キャリアの中でノリに乗っていた時期と言えるでしょう。そんなバンドリュージが日本代表に初招集されたのも絶好調だった2006年でした。10月4日のキリンチャレンジカップガーナ戦で初出場を果たし、10月11日のアジアカップ2007予選インド戦で初先発に抜擢され、いきなり2得点を決める活躍を見せます。日本代表でのスタートダッシュは申し分ありませんでした。得点という形でアピールしたバンドリュージでしたが、それでも当時の監督であるイビチャ・オシムのファーストチョイスは高原直弘と牧誠一郎でした。その他にも佐藤久人や矢野貴章などもいたため、バンドリュージはその後出場機会を得られず、結局2007年 AFC アジアカップメンバーからは落選。その後何度か代表へ選出されたものの、目立った活躍はできず、2008年2月を最後に日本代表からは遠ざかってしまいましたね。本山正史、東福岡高校時代には1年生時からレギュラーとして活躍し、3年生時にはインターハイ、全日本ユース選手権、高校選手権の3冠を達成した本山正史。幼い頃からどんどんドリブルで好きなように仕掛けろと言われ育った本山正史は、1998年に鹿島アントラーズへ入団。1998年に行われた天皇杯では4試合で3得点を記録、 AFC ユース選手権では準優勝に大きく貢献し、大会得点王も記録しました。1999年のU20世界選手権の世代別代表にも選出されると、ドリブルで相手を翻弄するなど素晴らしいプレーを見せ、チームの準優勝に大きく貢献。2002年には退団したビスマルクが背負っていた背番号10を継承し、チームの中心選手として活躍するなど、鹿島アントラーズと世代別日本代表で確かな存在感を発揮していましたね。日本代表での活躍も期待されていた本山正史でしたが、代表では思うようなプレーができずに苦しい時期が続きます。2000年シドニー五輪の日本代表に選出されると、6月18日のボリビア戦で代表デビュー。しかし当時の日本代表のアタッカーには小野伸二や中村俊輔、服部俊博などがいたため、ほとんど出場機会は得られず終わってしまいます。2001年にサントス・アレサンドロが大ブレイクしたこともあり、続く 2002FIFA ワールドカップの代表には選出されませんでした。その後ジーコが監督に就任した2003年からは徐々に出場機会を得られるようになります。しかし AFC アジアカップ2004ではフォワードやトップ下で出場したものの、無得点と結果を残せず、 2006FIFA ワールドカップの代表からは外されてしまいました。結局その後は代表に選出されることはなかった本山正史ですが、ドリブラーとしての能力は突出していただけに、代表で活躍できなかったのは残念でしたね。藤田俊也、清水商業高校時代に高校選手権優勝を経験し、1994年にジュビロ磐田へ入団した藤田俊也。ジュビロ磐田では1年目からレギュラーを獲得し、中山正史や七海博士らと共にチームを牽引。ステージ優勝6回、年間優勝3回、アジアクラブ選手権優勝1回という記録を残し、磐田黄金時代を作り上げた一人と言ってもいいでしょう。個人でも J リーグベストイレブン3度選出、 J リーグ年間最優秀選手1回受賞するなど、 J リーグの中ではすでに突出した存在でした。さらに2003年にはオランダの FC ユトレヒトへ半年間の期限付き移籍をし、好プレーを披露。その後クラブの金銭的な問題で日本へ復帰することになったものの、シーズン終了後には移籍期間延長の打診も受けるなど、海外での評価も高めたシーズンでしたね。日本へ復帰した藤田俊也はジュビロ磐田へ復帰したものの、出場機会を得られずに2005年6月、名古屋グランパス8へ完全移籍。
名古屋グランパスでは4年間チームの中心選手として活躍し、2007年には中山雅史に次いで史上2年目となる J1 のリーグ戦で14年連続ゴールを達成。さらにフォワード登録以外の選手としては史上初となる J リーグ通算100得点を達成するなど存在感を発揮し続けていました。これほど J リーグや海外でも結果を残した藤田俊也でしたが、日本代表では全く爪痕を残せなかったと言えるでしょう。ファルカン、カモシュー、トルシエ、ジーコの下でプレーしたものの、残念ながらレギュラーにはできず、サブ起用がほとんどでした。ワールドカップメンバーにも選出されたことは一度もなく、公式戦出場期間は計430分にもなっています。日本代表でも抜群の得点力を発揮して多くの経験を積んでいれば、もしかするとさらにレベルの高い選手になっていたかもしれませんね。橋本英夫、ガンバ大阪の下部組織で育ち、1998年にトップチーム昇格を果たした橋本英夫。2002年に西野朗が監督に就任したことがきっかけで、徐々に出場機会を増やしていきます。2005年にはレギュラーへ定着すると、クラブ初となるリーグ制覇に大きく貢献し、評価を高めていきました。2008年に行われた FIFA クラブワールドカップ2008の準決勝では、ヨーロッパ王者のマンチェスターユナイテッドと対戦。同試合で橋本英夫はフル出場を果たし、1得点1アシストの大活躍。2010年には J1 でクラブタイ記録となるリーグ戦6試合連続ゴールを記録するなど存在感を発揮し、シーズン終了後にはサポーターが選ぶベストプレイヤーにも選出されましたね。 J リーグで屈指のミッドフィールダーへ成長した橋本英夫でしたが、日本代表では最後まで出場機会に恵まれませんでした。2007年6月1日のモンテネグロ戦で代表初出場を果たし、同年の AFC アジアカップメンバーにも選出されたものの、主力として起用されたのは中村健吾と鈴木啓太の2人。その後も日本代表ミッドフィールダーには遠藤康人や長谷部誠、阿部勇樹などが君臨し、最後までレギュラーとしてプレーできませんでした。橋本英夫が出場機会を得られなかったことを考えると、当時の日本代表ミッドフィールダーには能力の高い選手が多数いたということがわかりますね。洗場通、ガンバ大阪の下部組織で育ち、1998年にトップチーム昇格を果たした洗場通。デビュー1年目から主力としてプレーすると急成長を見せ、2004年に鹿島アントラーズへ完全移籍をします。鹿島アントラーズでも成長を続けた洗場透は、2007から2009年 J リーグ3連覇に大きく貢献し、クラブの黄金期を支える中心人物として活躍。当時の鹿島アントラーズの右サイドバックといえば内田篤人、左サイドバックといえば洗場透と言えるほど、クラブにとって自慢のサイドバックコンビだったでしょう。日本代表で活躍できるだけの能力があった洗場透でしたが、2001年に一度日本代表候補メンバー合宿に招集されて以降、日本代表入りを果たすことはありませんでした。意外と思う人も多いかと思いますが、トルシエジャパンは3バックを採用し、ジーコジャパンはサントス・アレサンドロと駒野雄一が左サイドを担当。オシムジャパンでは駒野雄一が主力としてプレーし、阿部勇樹や今野康之がバックアップを務めていました。岡田ジャパンでは長友佑都が出てくるなど、どの時代も洗場透のライバルは強力であったことは間違いありません。J リーグで披露したプレーを見てみると、代表へ選出されていても決しておかしくありませんが、それだけ日本代表の左サイドを務めることが難しかったことがわかりますね。香川真司、2006年にセレッソ大阪へ入団し、最初こそ出場機会を得られなかったものの、徐々にレギュラーへ定着。2010年7月1日にブンデスリーガのボルシア・ドルトムントへ移籍。トップ下でプレーした香川真司は、2010-11シーズンにはブンデスリーガ公式サイトで最優秀選手並みの活躍を見せたと高く評価されます。2011年1月には FIFA が発表した2011年期待の若手13人に選出されるなど、海外でも注目される存在でしたね。2011-12シーズンはクラブ史上初となる国内2冠を達成し、ブンデスリーガの年間ベストイレブンや ESM の欧州年間ベストイレブンにも名を挙げるなど、まさに香川真司の絶頂期だったと言えるでしょう。ドルトムントで活躍し、その後プレミアリーグのマンチェスターユナイテッドでもプレーするなど、世界のビッグクラブで活躍した香川真司でしたが、日本代表では思うように活躍できない時もありました。むしろ周囲の期待が大きすぎたこともあり、期待外れだと言われ続けてしまったところもあったかもしれません。
2008年5月24日のキリンカップコートジボワール戦でデビューを果たすと、2011年1月にアジアカップカタール大会の代表メンバーに選出され、背番号10を背負います。今大会はグループステージや準々決勝でゴールやアシストを記録する活躍を見せたものの、準決勝の韓国戦で負傷してしまい、決勝戦には出場できませんでした。2014年5月12日、ワールドカップブラジル大会の代表メンバーに選出され、日本国民の期待を背負いプレーした香川真司。しかし、第1戦、コートジボワール戦ではシュートを1本も打てずに途中交代。第2戦ギリシャ戦は先発から外れ途中出場するものの、またもシュートを1本も打てずに終わります。続く第3戦コロンビア戦ではチーム最多のシュートを放ったものの、精度を欠き得点を奪えず、チームもグループリーグ敗退。香川真司のプレーについて、デイリーメール紙やロイター通信などによる今大会ワースト11に選出され、サッカーサイトスコアーカでは、今大会において自国民を失望させた選手5人のうちの1人に選ばれるなど、期待を裏切る結果となりました。ドルトムントでは輝きを放っていた香川真司でしたが、日本代表では最後まで周囲と連携を高めきれなかったという印象が残りますね。今回は日本代表で活躍できなかった6人の選手たちについてまとめました。クラブや世代別代表では存在感を発揮したものの、日本代表では活躍できなかった選手は数多くいます。技術や能力が高い選手でも日本代表に選出されることが難しいということが分かりましたね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。